ーが？つうことはナツとルーシーか。何考えてんだあいつら。レスキュークエストに勝手に行っちまうなんて。ガルナです。なんとガルナと。そんな無茶な。あいつらやっぱりバカだ。ラクサス、海賊だって避けて通る。そんな決定だな。泳いで行くぞ。だから無理だって。マスター直命だ。引きずってでも連れ戻してやろう。怪我しても文句言うなよ。その腕、呪いってまさか。見えてきた。疲れ。ハッピー、腕持ち上げて飛ぶのよ。無理だよ。立ち入り禁止ってどういう意味だ。すみません、開けてください。ひなのもの。あのね、みんなはこういう姿になって困ってるの。マジか。悪い悪い、じゃあどうにかし。その人、え、でも私たち昨日。あのおっさんが消えちまう。隙を壊せってのはな。何発殴れば壊れるか見当もつかねえ。壊す気かよ。さあ気合い入れて出発よ。はい。開け時計座の扉。実体がないものって怖いじゃない。と申しております。さすがSQクエスト、燃えてきたぞ。呪い。ちアイスメイクフロア。床とか大丈夫なのか。ちょっとやめなさいよ。バカラス、何じゃ。なんでここに。ありえねえ、こんなところにあるわけがねえんだ。知ってんのかこいつの意味とかあるし。危ねえよ、飾りだよ。分かれよ。からかっただけだバカ。愛は死だろ。何でしょう。向こうだ。自称ウルガ、命を懸けて封じた悪魔。この島の呪いとどう関係があるのか分からねえんだ。そんなに簡単に解けちまうものなのかよ。とかして溶かそうとしてるのかも。何のためにだよ。知りませんけど。デリオラに当たってる。偶然なんかじゃねえぞこりゃ。かっこいいよ。デリオラの復活はまだなのか。この調子だと今日か明日にはと。先生、なんで。てめえ、そのくだらねえ儀式とやらを。村人が送り込んできた魔導士がまさかお前だったとはな。知ってて来たのか。エアリテールの魔導士を甘く見るんじゃねえぞこら。あいっ、この世にはいないのだからな。デリオラを封じるために命を落としたんだ。ウルの残したものをてめえは興味がない。おお、そうですか。掟を破った者を仕置きに行く。名前を口に出すのもおこがましい。うわっ、話にならん。造形魔法に両手を使うのも相変わらずだ。やめろ、無理だ。やめろ、無理だ。続けなきゃ生きられねえんだよ。ダークソー、余計走りづれ。なんか調子に乗ってる。開け、処女級の扉バルボ。落ちるやついたんだ。まさかとは思ったけどね。そういえば遅いわね。
夏より先に村に向かってたはず。なのに夏が先に着くなんて。くすれとは。まるで悪魔。デリオラの子のようで不愉快ですわ。俺で吹っ飛べ！カリューの光栄！よくもボボの墓を許さんぞ！ダメです、村長！手はまだ戦える状態じゃないからね。それが、フェアリーテイルの絆。こっちは俺が、片付けておく。どこのギルドだとか、誰の仲間だとか関係ねえんだよ。お前らは依頼人を狙い、魔力の渦に素手を突っ込むなど無謀すぎる。消し飛ぶぞ。まあ、食らわねえよ。っていうか床に強いんだぞ俺。ドッツメメガクラゲ。この爪にはある秘密。どうも弟弟子には順がある様子ですね。くだらん。許しませんわ。上等、かかってきなさい。ルーシーさん、体が言うことを聞き、閉じて、タウロス。一方的に閉じるなんてできませんわよ、タウロス。ごちゃごちゃと確実にやっておしまい。精霊魔法のゲット。どうよ、あたしだってフェアリーテールの一員なんだからね。まさか。イタチごっこにしかならないわよ。私の精霊がそれを壊して操られたら閉じるだけ。さあぺちゃんこになりなさい。ああ、それも愛。本当におバカ。でも私としたことが迂闊でしたわ。でも、ロックドールは倒せなかったようですわね。やだ、足が動かない。やだですよね。リオンのやつ、本当にやりやがったのか。人が集まってるのを見つけたんだ。グレイ、夏を探しに行くぞ。見つけ次第ギルドに戻る。正式に受理されたギルドの魔導士に任せるのが筋ではないか。見損なったぞエルザ。エルザ、落ち着いて。グレイは昔の友達に負けて気が立ってんだよ。いたのかザルティ。今宵月の魔力は全て注がれ、デリオラが。なんてことしやがる、フェアリーテイルめ。俺が食らったのは内緒の方向で。何をした。はて、とぼけるな。デリオラを倒す、それがあいつの目的なの。いい加減目を覚ましてもらうぞ。熱い要求でな。いいか、数ある魔法の中でも造形魔法は自由の魔法だ。あんな氷女なんざ、とっととおさらばだ。師匠に対してなんて言い草するんだい。それはいくらでも強くなる。同じことばっか言ってんじゃねえよ。てか、なんでこんなところで。アイスメイクローズガーデン。大丈夫、もう大丈夫だ。怪物がお前の闇ならば、私にも戦う理由があるということだ。行け。西の国に行けば私より強い魔導士は山ほどいる。そんなのいない。ウルガ。なんて魔力だ。
デリオラにはどんな魔法も効かない。悲しむ。その言葉を胸に俺は変わっていくと決めた。